こんにちは、ジャンボです。キリタンのバルヘイム実況を始めます。こんにちは、キリタンです。今回はまず、拠点にチェストを置いていきます。どこに置こうかな？よし、ここに決定。部屋が暗いので、食材を作ろう。明るくなった。もう一個置こうかな。どうしようかな。壁や天井に設置できないみたいだ。まあ、明るいし、今は一個で十分だろう。設置物が赤い時は、設置できません。緑色になれば、設置できます。さて、チェストにアイテムをしまおう。最大10個まで収納できるみたいだ。でもやっぱりインベントリにまだ余裕があるし、まだしまわなくてもいいか。ジャンボの様子を見に行こう。あれ？木が転がっている。木を伐採しているみたいだ。頑張ってるね。あ、危ないよ。おっと。危ない危ない。大丈夫？うん。それより手伝うよ。ありがとう。よっ。急に寒気が。お、フギンちゃん。ごきげんよう。天候に気をつけよ。夜に気温が下がったり、体が濡れたりすると、寒さに苦しむことになる。するとスタミナの回復が遅くなる。そのような時は、屋根のある場所で火のそばにいるのが一番だ。なるほど、夜になったからか。じゃあ夜は作業せずに、ちゃんと寝た方がいいね。硬い木があるから、一木をぶつけて伐採しているよ。硬い木ってあるんだ。硬い木からは、上質の木が手に入るよ。そうなんだ。わあ。どうした？あれ？死んじゃった？ジャンボのアイテムが残ってる。プレイヤーが死ぬと、持っていたアイテムが墓の中にしまわれます。リスポーンすると、死んだ地点に行くと回収できます。とりあえず、拠点に戻ろう。ジャンボはまだ戻ってこないかな？ベッドで、リスポーン地点の変更ができるんだ。ただいま、戻ってきたよ。お帰り。ベッドが焚き火の近くにないと、寝れないんだ。寝れるように設置し直そう。この壁を壊せば、暖かい風が来るかな。そこは壊さなくてもいいよ。ここぐらいに焚き火を設置したら寝れるよ。あ、壊さなくてもよかった。ベッドはこのように、焚き火から3マス以内に設置しないと寝れません。よし、寝ようか。うん。おやすみ。山を登る川と、地中に突き刺さる木の芽の夢を見た。おはよう。あの夢は何だったんだろう？さあ探索に出かけようか。そうだね。部屋の中で表示されていた快適度とは、火の近くいると休息中というバフが付与され、体力の回復速度が 200%、スタミナが 300% 上昇します。また、その場に20秒以上いると、休息済みというバフも付与され、体力の回復速度が 50%、スタミナが 100% 上昇します。快適度の段階は1から17まであり、
様々な家具を設置することで快適度を上昇させることができます。急速済みのバフは一定時間持続し、快適度の段階に応じて時間が変動します。ただし、同じ種類の家具を設置しても重複しません。チェスト発見。どれどれ、松明と琥珀をゲット。貴重品。この琥珀はどこかで売れるのかな。お、また空き家だ。何かあるのかな。何もなかった。気を取り直して何か探そう。霧が濃いな。お、あれは鹿だ。鹿の角が生えてる。星が2個ついてる。星付きの生物は、倒すとアイテムを多くドロップします。待て。鹿ー。早い、早すぎる。見失った。まあ、諦めるか。鹿は逃げやすいので、スニーキングしてゆっくり近づきましょう。よし、アイテムをしまおっか。コントロールキーを押しながらアイテムをクリックすると、ドラッグドロップせずに移動できます。この調子だと、すぐに満杯になりそうだ。なので、今は、素材だけしまおう。ある程度のアイテムは、持っておこう。鹿のトロフィーって、どこで使うのだろう？とりあえず、捨てずに持っておこう。もうちょっと探索したら寝るとするか。疲れたー。じゃあ、おやすみ。おはよう。お腹空いた。外でお肉焼いてくね。ありがとう。小腹が空いたな。ベリーを食べようかな。いただきます。少し体力とスタミナが増えた。ベリーを食べると体力の最大値が10、スタミナの最大値が20増えます。お肉が焼けるまで道具の修理をしよう。道具の修理には今のところ材料は消費しません。お肉の焼けた音が聞こえた。そろそろお肉が焼けたかな。調理設備が増えてる。調理設備は焚き火に干渉すればいっぱいお肉が焼けます。まだかな、まだかな。出たよ。わーい。ついでにこれも焼いとくねー。なにこれ。ネックノーっていうお肉だよ。そうなんだ。ネックノーは、ネックというモンスターを倒せば獲得できます。もう焼けたよー。これも食べよう。お肉だよ。ありがとう。では、早速いただきます。体力とスタミナがめっちゃ上がった。焼肉は体力40とスタミナ30、ネックノーは体力35とスタミナ20に増えます。そろそろ拠点を改造する。そうだね、改造しよう。もっと、拠点を広くしようかな。うん、あとは部屋の中に設備などを置こう。そうだね。よし、建設開始だー。ここから壊していこう。草が邪魔だな。そうだね。どうしようかな。そうだ、床を高くしよう。なるほど。こうすれば、草に干渉しないね。これなら、階段もつけれるね。
柱をつけるよ。これがないと建物が崩れるから。そうなんだ。荷重は支点から4マスまで耐えれて、それを超えると崩れます。荷重の確認方法は、緑、オレンジ、赤の順となり、赤以上は設置できません。試しに設置してみます。こういう風に崩れます。試しに支えを追加して、床を設置すると、このように床が崩れません。次は屋根を建てよう。階段やはしごを設置すると建てやすくなるよ。確かに、これなら建てやすいね。あと、もう少しだ。完成。お疲れさん、立派な拠点になったね。まあね、前に比べたら広くなったね。これで快適に寝れちゃうね。そうだね、いろいろ凝ったしね。うん、時間もかかったね。じゃあ、今から拠点の紹介していくね。うん。では、ご覧ください。チェストは、2段重ねして10個設置しました。これで、アイテムがいっぱいしまえます。焚き火は床の下に設置して、部屋の中で調理できるようになります。それと、寒気対策でもう1個、焚き火を設置しております。お次は、寝室はここになります。こんな感じです。あとは、焚き火の煙は、逃がしやすくするために屋根と壁の間に隙間を作っています。上に見えている梁は、家っぽくなっていて、お気に入りです。とてもいい拠点になったね。そうだね、いい拠点になってよかった。というところで、今回はここで終わります。ご視聴、ありがとうございました。今回も、ご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたなら、チャンネル登録と高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ジャンボでした。